旅して飲んで、飲んで旅して、ポコ旅ライフ。与論島茶花で食べ尽くせ。今回は茶花の飲食店3軒でデブポコちゃん。昼は海の見えるお寿司屋さん、夜はひたすらに焼肉を飲食、そして締めに雑炊をいただく。このために生きるみたいだ。今からランチに行くポコちゃんです。島独自の飲み方、与論憲法を支える島優先を作る有村酒造さんでは、予約すれば蔵元の見学もできるみたいだ。雨が降ってるけどのどかな雰囲気、雨だけどそれでも伝わるこの海の綺麗さ、恐ろしい。本日のランチはここカイト寿司さん。カウンターとテーブル席があって、奥のテーブル席なら海を見ながら食べられるんだって。ビールにサワー、さっき見かけた島の焼酎島優先、シャンパンもあるけどとりあえずビールください。札幌黒ラベル生ビール、ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。お寿司、丼物、麺、定食、一品料理など島の魚介類だけを使ったお寿司がマジで気になりすぎるので、これを行く。ラインナップを確認するみたいだ。右からもずく、高瀬貝、島だこ、金目鯛、新映え旗、ソデイカ、ブダイ、キハダマグロ、世論ではシリというみたいだ。お味噌汁付き。早速いただく。まずはもずく。世論のもずく太くていいね。東京のもずくと全然違う。寿司の中のネタとして荒れるだけのうまさがある。お次は高瀬貝、サラサバテとも言うみたいだ。沖縄や小笠原にいる貝で、貝殻はボタンに使われるみたいだ。弾力があって噛めば噛むほど甘みが出てくる。うまい。島だこは炙ってあります。うん。香りが香ばしく甘みが立ちます。味噌汁、白味噌、甘くて体に優しい味だ。ビールも進むポポ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。金目鯛、甘みも立ってあっさりもしてるのに程よい脂。さっきから炙り寿司うますぎんか。ガリ、間に挟むガリがいいね。新映え旗、淡白なんだけど噛めば噛むほど脂が広がって美味しい。ソデイカ、もっちりしてて噛めば噛むほどねっとりさと甘みと旨味が出てくる。分厚いネタは超美味しい。ブダイ、淡白だけどしっかりと旨味が感じられて病みつきになる。キハダマグロ、口に入れた瞬間はあっさりです。適度に脂が乗ってて独特の甘みがある感じ。ネタすべて与論島で獲れたお魚を使ったお寿司だなんて、タイト寿司さんの本気を感じたみたいだ。今回カウンターで海は見れなかったけど、味もロケーションも最高のお寿司屋さんだ。満腹満腹完食みたいだ。宿に帰ろうかと思ったけど、近くの茶花漁港に寄ってみる。なんとなく腹ごしらえして海沿いに出てきたけど寒い。今日の世論は寒いな。沖縄の方がいろんな建物が建ってて遮るものがあって、まだちょっと暑いぐらいなんですけど、世論は平べったくて島なので遮るものがなくて、風と海の冷たさがダイレクトに伝わってきます。前にですね、ここに亀さんが息継ぎするんですよ。ほとんど島の中に入り込んじゃってるとこなんですけど、こんなとこまで亀さん来るんですよね。宿でゴロゴロダイエットしたら、今から茶花でご飯を食べるポコちゃんです。今日は炭火焼きアムさんに行くみたいだ。飲食店が多い茶花でもご飯難民になりうる。予約推奨。参る。店主の方は与論ご出身ですが、本州でも様々な経験をされていて、現在も SNS や配信、出版までもされる多才かつ企業努力凄まじい方。でも昼のお弁当配達は付け払いでも許しちゃう、とっても素敵なお人柄みたいだ。牛にホルモン、豚に鶏、与論島産黒ホロホロ鶏なんかもあるみたいだ。全体的に良心的、豚と鶏メインならコスパよく食べられそう。対応マークがついているのはわらびんちゃー応援メニュー。赤ちゃんから高校生までなら1人1品無料なんだって。
ドリンクは南の島っぽくオリオンビールに割った、もちろん与論島の焼酎島優先まで、焼肉に合いそうなレモン2個分生レモンサワーに与論島限定島ラムネ、とりあえずビールください。おじい生まれのオリオンビール、おじいから言われとるやんけ。乾杯。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。最高みたいだ。シーザーサラダです。レタス、トマト、ネギ、クルトンのサラダでサウザンソースがかかってるみたいだ。まずはシーザーサラダで、玉にたまった体のアルコールを増加みたいだ。バッチリだ。ポコ七輪が来たみたいだ。ここのお店は何回か来ているのですが、なんと上タンをサービスしてくださりました。まずは上タンじわじわ焼いていくみたいだ。肉は焦りは禁物よ。ヨロンの塩、唐辛子、ガーリックフライ、これはブラックペッパー、塩ポン酢とタレ、この赤いのは辛味噌ダレでした。上タン塩が焼けたみたいだ。タンにはヨロンの塩でいってみるみたいだ。参る。肉、肉、普通のタンってコリコリだと思うんですけど、これはめっちゃ柔らかい。いい感じで脂にも乗ってて超ジューシー。肉食って生き返るみたいだ。肉でビールが進むみたいだ。左から塩タンロースハラミです。炎上しすぎてベーコンみたいにカリカリになっちゃった塩タン。マイル。細切れになっちゃったけど、しっかりタンの味。炭火焼きだから炭の味もしてうまい。でも豚にしてはちょっと脂身を乗ってる感じかな。お次はロースいってみよう。分厚くていいじゃない。脂が全然ない。こんだけ脂はなかったらもはやレアでもいけそうだった。ハラミイグボゴさんです。ハラミ、しっかり進んでてロースっぽい。うまい。右のハラミ、左のロース、口に入れた瞬間ミルキーな感じ、牛っぽい、牛乳っぽいような、そんな感じ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。ふはー、ガンガン食べて七輪は辛よ。おかわり行くみたいだ。乾杯。ビールが進むとこさんです。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。うん、ま、鶏もも梅じそです。鶏もも梅じそ風味が食べれそうみたいだ。あっさりしてるけどしっかりジューシー。ほんのりほんのり梅の風味がしてさっぱり美味しい。ポコ与論島産黒ホロホロ鶏のハツ。ハツは開くことなく丸々準備してくださったみたいだ。ハツすげー。ハツそのままなので心臓の形、そして心臓の下には明らかに血管な、ハツ元がついてるみたいだ。ハツが焼けたみたいだ。噛み応えは抜群。ちょっと臭みもある感じ。これは癖になっちゃうね。いい具合に臭みもあるので島酒、青森とかに合いそうだな。美味しそうなお酒が並んでいるみたいだ。臭みがある黒ホロホロ鶏のハツには島優先の水割りが合いそうみたいだ。乾杯。ちょっと焦げ臭い感じです。でも飲んでいくと最後の方には甘みもある。さっきのホロホロ鶏のハツみたいに臭みがある感じの料理とはめちゃくちゃ合うと思います。ヨロンアイランドビーフの肩ロースです。ヨロンアイランドビーフの肩ロースも食べれそうみたいだ。ヨロン島さんとついたら何でも食べたくなる。脂があってさっき食べたロースより甘みがある。そして噛み応えが増している。焼肉って生レモンサワーが飲みたくなるみたいだ。乾杯。レモンのドライなさっぱりな感じ、
肉にめちゃくちゃ合うよね。なんと店長サービスもつ煮が来ました。急にこういうサービスをやってくださるのが本当に炭火焼きサブさんの魅力だと思います。うん、ガーリックたっぷりで煮込みというよりは煮物、野菜がたっぷりで冬にはここおいちゅうが進むみたいだ。乾杯。モリンガ冷麺が来ました。モリンガは与論島にあるサンコーラルさんが作られている麺です。モリンガ冷麺です。このもちもちの麺、やみつきになっちゃう。麺自体にそばみたいな深い味があって、何回でもそばに来て頼んじゃうやつ。おいレモンチューハイが止まらないみたいだ。パパ優しくしてくださって居心地がいい。そりゃなかなか閉まらんポコ。締めはフライドポテトレイクみたいだ。ヒーローリヒーローリ、飲酒とポテトはセットみたいだ。無事デブポコちゃんです。たらふく焼肉食べてよかったみたいだ。与論島のスーパーオーシャンマーケット、茶花海岸近く、年中無休の店舗オーシャンマーケット、朝8時から夜0時まで営業とのことで、地元の方にも観光客にも助かる存在みたいだ。商品は食品、酒、日用品、お土産、お酒、薬まで豊富なラインナップ。スズキ目、姫鹿の魚、通称おじさんの家系図 T シャツ、口元にヒゲがあるからおじさんって呼ばれてるんだって。ヨーグルッペ、買い物をしたら世論のアメちゃんをくださりました。ありがとうございます。オーシャンマーケットで我慢しようと思ったところ、やはり2軒目に行きたくなっちゃったみたいだ。最後は海翔さんで締めようと思います。こちらの大将と奥様がとっても優しいので私大好きです。マイル生ビールショーです。ちょっと締めはしっぽり行くか。乾杯。ベートーベンのおかげでビールがうまい。他には瓶ビールにサワー、島っぽいトロピカルドリンク、もちろん与論の島優先もあるみたいだ。今島で旬の魚が出てくる日替わり海鮮メニュー。南の島の味はもちろん、ちゃんと鹿児島県の味も楽しめるんだって。海鮮以外には焼き物や串、ピザもあって守備範囲が広い。奄美名物鶏飯から定食、締めにいいご飯物まで、2階の貸し切りもできるんだって。お通しをいただきました。貝とか入ってそうだ。いただきます。貝とかもやしが入ってる。さっぱりしててビールには合うね。ビールが進むちゃんです。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。あーうめえ。島もずく、島もずく、太い、甘い、大きい。どうして沖縄のもずくってこんなに美味しいんでしょうかね。刺身一人前が来ました。ブリです。あっさりしてるけど油がちゃんと乗ってて美味しい。サーモン、油が乗っててコク深い。しめサバ、酢で後味はさっぱり。イカ、もっちりとした食感。タコ、弾力があって噛むのが楽しい。与論の島の雰囲気に包まれながら美味しいご飯とお酒が進むみたいだ。雰囲気最高すぎるけど、そろそろ締めなければ。見るからにもずくがたっぷり入っている。締めには最高の一品みたいだ。まぜぼこちゃんです。磯の風味が広がっているので、お出汁がとっても美味しい。でも卵が濃厚な味わいが後口に残ります。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。か
完食完食、アスパラだけど与論島満喫したみたいだ。お腹も心も満腹よ。はち切れそうなばかりの幸せみたいだ。ポコ旅ライフ。さよなら与論島。宿で朝モーニングの後は元気に沖永良部に出発。お天気は良くて気持ちがいい。空と海とポンコツも喜んでたみたいだ。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。